はい、レジーでございます。今日はですね、時計を紹介したいと思います。じゃん、これでございます。これがね、セイコークロックさんから発売されている、交流式デジタル電波目覚まし時計でございます。型番が DL206S でございますね。まあ見ての通り時計です。はい。でね、どうして僕がこの時計を購入したかっていうのは、まあ、後ほど紹介することにしまして、とりあえずね、これの特徴をちょっと説明したいと思いますね。はい、見ての通りですね、このように、LED 電源を入れるとですね、このように時計が表示されますね、ディスプレイに。時計で、電波式なので、これか、電波受信をするとね、このようにマークが点灯しますね。で、日付もね、しっかり、日付と曜日もしっかり表示されてますし、温度と湿度計も対応しております。はい、で、これ、電池式じゃなくて電源式なので、こういった、まあ、付属されている AC アダプターにつなげないと、このように時計は表示されません。はい、で、上を見るとですね、スヌーズボタンですね。アラーム鳴ってる時にこれを押すとスヌーズ機能が働くっていうやつですね。で、後ろを見ますと、このようにですね、操作性のボタンが、操作ボタンがついておりまして、ここにアラームのオンオフですね。で、これが時刻合わせなどに使う進む戻るボタンで、こっちがリセットボタン。でこれが日付、時刻日付合わせボタンですね。で受信っていうのはね、電波時計なので、受信するときに、受信されてないときとかね、最初電源入れたばっかりのときにね、このボタンを押せば受信してくれます。で、モニターっていうのはですね、テストボタンですね。こうやって押すと、アラームとかのアラームちゃんと正常になるかなっていうテストボタンですね。はい、で、これかな。これは明るさっていうのはですね、この LED の明るさですね。これが強です。いいですか？大丈夫ですか？これが強です。で、弱にするとこれです。これが弱、強、弱。で、一番底面を見るとですね、取りましょうね。こういったね、バックアップ用の電池がついております。これはね、あくまでもバックアップ用なので、これ電池式じゃないので、AC 電源用なんで、もしもね、停電になったりとか、電源を落とした時なんかにちゃんとね、時計が狂わないようにバックアップで、時計をね、ちゃんと記憶してくれてます。はい、でね、ちなみにね、これは付属品の AC アダプターのケーブルでございますね。で、ここにこれがですね、湿度と温度の測るところだそうです。はい。じゃあどうしてこれ僕が購入したか、今からね、ちょっと簡単に説明いたします。はい、はい、それではですね、僕がどうしてこの、セイコーさんのデジタル電波時計を購入したか、簡単に説明させていただきますね。まずね、こういった感じで常にですね、 LED でですね、点灯していなきゃ意味がなかったんですよ。だからね、この常に時計表示されている、まあ普通電池式だとですね、バックライトが消えちゃうじゃないですか。これは常にね、LED 点灯で明るく点灯してるんでね、これは第一条件としてクリアしました。はい、
まあそれだけなんですけどもね、はい。で、まあ万が一、停電とかで電源が切れても、まあ、バックアップ用の電池があるので時計は狂わないでそのまま放置しておいても大丈夫っていうのも第二条件でしたね。でどうしてこれを買ったかっていうと、はい、ズバリそうです、これとですね、これあるじゃないですか、これがブルーレイディスクレコーダーですね。でこれはね 4K チューナーです。 4K チューナーっていうかね、スカパーチューナーでございます。 4K メディアプレイヤーですね。これね、気づいた方もいると思いますけども、時計が表示されてないんですよ、両方とも。でプレイステーション4ももちろん時計表示なんてないですよね。まあズバリそういうことです。時計がいつもね、俺ビデオコンテンツ、あのテレビのコンテンツを見るときとか、こういったスカパーの、コンテンツを見るときはね、常にね時計もちょっとチラ見してたんですよ。ところがどっこい、最近のブルーレイディスクレコーダーとかこういったスカパーチューナーは時計表示機能がないということで、これを買わせていただきました。はい、まあそれだけなんですけどもね、やっぱりね時計って重要で、例えば1時間のコンテンツを見るときに、あと何分ぐらいで終わるかなとか気になるときありませんか？僕結構気になるんですけども、そういう時にね、まあ、時計表示があると、あと、ああ、10分ぐらいで終わるなとか、そんな感じでチェックできるんでね、時計ってね、何気に重要なんですよね。はい。まあ、そういった僕と同じようなことで困っている方は、これぜひともおすすめでございます。はい。それでは皆さん、さようなら。また。